新形成電鉄8000系電車。新形成電鉄8000系電車。新形成で、電鉄8000型電車は、1978年、昭和53年に登場した新形成電鉄の通勤系電車。新形成の新造車はこれ以前に1970年、昭和45年の模波250系、左波550系、1971年。 昭和46年からの800型があったが、これらの形式は、京成電鉄の、いわゆる、青電210型などと、赤電93000型などを足して2で割った設計だったことも、あり、この8000型で、初のオリジナル設計になったと言える。車体は、オリジナル設計であるものの室内の構造や、冷房装置などは、京成3500型に準じている。 全面のデザイン、配色から、通称、奈らし野の,のたぬき、または、くぬぎ山のたぬきなどとも呼ばれる。800型と比較すると、すべての面で優れた車両という理由により、形式は例を追加した8000型とした。1978年に製造された一時車、8500に、編成のみは、当時の神経性の標準色である、キャンディピンク口に、全面創価と、 側面下部にマルーンのツートンカラーで登場したが、翌年の1979年、昭和54年に登場した二次社、8504、編成から二代目塗装のベージュ地に、全面創価が茶色。側面には茶色の帯の塗装となり、後に一次社、800型も、この塗装に変更され、これが2014年、平成26年6月にコーポレートカラーが、 制定されるまでの新形性の標準色となった。また、2006年、平成18年10月には、京成千葉線千葉中央駅までの直通運転、12月10日開始に備え、最新の N800 型に準じた新塗装フィルムへの変更が行われた。この塗装が3代目となる。なお、この新塗装フィルムは、千葉線直通編成のステータスとされているため、 同様の直通改造を施された8800型持ち場線直通編成に対してのみ貼り付けられている。開始当時は直通運転の主力だったが2011年以降からは廃車が始まり、現在の主力は8800系 N800 型に移行している。なお2014年8月以降順次、神経性が保有する全車両に対してコーポレートカラーを用いた 新塗装への変更が実施されることに伴い、本形式の内現存する24両についても4代目、塗装への変更が行われることになっているが、口述する6両、1編成は廃車された。本形式では2017年4月に8518編成が新塗装化された。2018年8月現在は6両編成3本が在籍している。 1981年、昭和56年新造分である三次車、8506、編成から、主回路を、境地直波制御方式に、ブレーキを、改正ブレーキ併用電磁直通ブレーキとした。その際に改正ブレーキ時の河川利線対策として、パンタグラフを、菱形1機から下枠交差系2機に変更された、後継の8800型は菱形に戻っている。 戦闘車改造編成はシングルアーム式。パンタグラフ形状の変更については冷房装置設置スペースとの兼ね合いもあった。ただし、この編成のみ以降の境地直波編成と異なり助手席側のワイパーが設置されていないなど戦闘車の仕様が若干異なっている。車体側面の表示灯は電球式である。また戦闘車前面には廃晶器、スカートを装備した。 8502.8518編成は、レールという装置が設置されている。落成当初は、全編成とも、側面行き先表示器は設置されていなかったが、1990年、平成2年頃から1992年、平成4年にかけて全車に設置された。これに関連して一時期、編成外を行っていた車両もあった。該当編成は、 松戸型に8518編成、京成津田沼型に8506編成の各産量が組まれた。また8518編成は側面、行き先表示器が設置されていたのに対し、8506編成は未試行だったため珍しい蘇生だった。2018年時点では8000系唯一の編成外となっている。 該当の編成表8518プラス8036プラス8035プラス8010プラス8009プラス85052001年平成13年から初代塗装で登場した編成8502編成が登場時のツートンカラーキャンディピンクマルーンに復元され廃車までこの復元塗装で運行された この編成の車体には神経成電鉄のキャラクター、しんちゃんのステッカーが貼られており、座席もケットにもしんちゃんが描かれていた。合わせて全面に8800系アートトレインと同様にヘッドマーク装着用の手すりが設置された。この編成でのヘッドマーク装着はなかったが、2012年、平成24年1月に運行終了が決まり、終了時点まで、 ありがとうしんちゃん電車のヘッドマークを装着して運行された形成直通対応であったが末期は自社船内のみの運行だった。8508編成、8510編成、8512編成にも塗装変更と前後して設置されており、8510編成と8512編成はアートトレイン、または銀河新年として運行されたこともあった。 2014年3月まで8510編成で直通運転7周年のヘッドマークを装着して運行されていた。2006年度には全編成に京成電鉄乗り入れ準備として誘導無線アンテナを設置することとした。かつて8510編成以降の編成には北総開発鉄道、現北総鉄道乗り入れの際に IR アンテナを用して 板が、乗り入れ廃止により撤去された。合わせて屋根塗装も実施された。ただし8518編成は、アンテナの撤去が乗り入れ発表と前後したためか、無線本体の台座と、助手席側の配線を取り込む範はそのまま残されており、再設置の際それが活かされる形となった。無線切り替えスイッチは、北総線乗り入れ時代の速度計ユニット脇と異なり、前面裏に設置された。 8800系の形成乗り入れ車も同様。最初に設置されたのは2006年7月に検査、出場した8514編成で、アンテナ設置に際し、急行灯や LED 式運行番号表示機の設置も同時に行われた。8月には抵抗制御車の8504編成、堺自直派車の8506編成、8508、 編成に、9月には抵抗制御社の8502編成と、境地直派社の8510編成に、10月には8516編成に、そして11月には8518編成と8512編成にも設置されたことで、全編成完了した。前日したが、形成乗り入れ者は8502編成を除き、 側面体を n 八百型に準じたマルーン式体に変更された。また、前面と側面の行き先表示機字幕が、英字兵器のものに交換された。千葉線や千原線への入線は2006年11月12日の8514、編成の試運転が最初である。なお、抵抗制御方式の8502.8504、編成は一時期のリ入れ運用の対象から除外され、 運行番号表示器、IR アンテナは撤去されていた時期がある。この時撤去された機器類は8800系8802編成、8804編成に転用されている。8510編成は2007年度に VVVF インバータ制御に改造され、2008年2月から3月にかけて試運転を実施した後、 同年3月28日から営業運転に使用されるようになった。改造当初は、京成千葉線への直通運用には充当されていなかったが、後に直通運用に復帰している。また、2008年度に8512編成が同様に改造され、自動放送も設置された。2009年度は8506編成が改造され、8508編成は、 EV 装置の設置工事が行われた。2010年度は8514編成と8518編成の2本が改造された。VVVF インバータ改造編成は床材が緑色から茶色に変更され、点検外が廃止されている。このうち8512編成は境、自直発車時代に緑色から一両ごとに異なったカラフルな床材に、 変更されていた画術の VVVF インバータ改造により、茶色に変更された。これらの改造と同時に、客用ドアと乗務員室扉の帯も省略されたが8518、編成は残された。8508編成は化粧板の取り替えを行われており、この編成のみ禁煙プレートがピクトグラム式に交換されている。8508編成。 8516編成も VVVF インバータ制御に改造予定だったが、経年による諸事情ら中止され、一転して廃車対象になり8508編成は2012年10月2日をもって営業運転を終了した。これにより8516編成が神経性の営業車両で唯一残存する直流電動機搭載車両であったが、 2013年2月7日をもって離脱した。行き先表示器の字幕は、京成線直通開始前に、千葉線の駅名や列車種別の表示が追加された。2009年度より、車内自動放送が開始されたが、8512.8518、編成は先行設置されていた。2015年3月現在は、廃車された編成を除く、 全編成に設置されている。神経製の車両では N800 系導入以降、客用、ドア付近の釣り手増設と座席のスタンションポールの設置が行われているが、8000型では2013年に出場した8518編成に初めて施行された。合わせてワイパーを空気式から電動式に変更した上で、助手席側のワイパーは撤去され、 同時に、ネジ止め式の蓋もついた。車椅子スペースや、転落防止ホロの設置は行われていなかったが2014年8月に、転落防止ホロが8000型としては初めて取り付け、された。また客用ドア、乗務員室扉の帯も残されており、営業中の8000型ではただである。その後、 8512編成にもワイパーの電動化を施行されたが釣り手増設とスタンションポール設置は行われていない。なおこの編成と8514編成も2014年9月に転落防止ホロが設置された。新形成開業65周年を記念して8510編成を2012年12月14日から2013年3月19日早朝まで。 混着ギャラリートレインとして、ヘッドマーク、ラッピング、車内ポスターでの歴代車両の紹介や、液紹介を設置して運行していた。その後、展示物の一部が2013年3月20日から3月24日まで、伊東洋華道津田沼店で展示されていた。2011年に N800 系、N828 編成の増備により8504、編成が8000型として、 初めて廃車になった。なおこの編成は8000系の客用ドア、乗務員室扉の帯を最初に省略した編成で、HVVVF 車としては唯一だ。車内自動放送も最後まで未設置。8502編成も2012年1月に営業運転を終了し、末日に廃車された。また8508編成は2012年10月1日に、 N838 編成の増備により、翌2日に営業運転を終了した。その後10月20日に、くぬぎ山車両基地にて展示された後、10月22日に、廃車された、展示前に一部機器の撤去が行われている。8516編成は2013年2月に、廃車となった。これをもって新形成電鉄の営業車両は、全車 VVVF インバータ制御車になった。 その後8506編成が故障のため2013年12月2日をもって営業から離脱した。同編成は保留者になっていたが2014年1月に廃車された。新型製の VVVF インバータ車両では初めての廃車となった。2015年12月末には n, n 8 0 0系 N848 編成の増備により8510編成が運用を 2月、2016年1月に廃車された、同編成は多編成で取り付けられた転落防止ホロの設置は未試行だった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。